ジブリパークにやってきました。愛知万博の跡地の公園の中にあります。ジブリの建物の中には入れませんが、公園内は犬の散歩 OK です。今公園北口にいます。どんどこ森まで散歩します。日曜の午後ですが、そこまで混雑していません。公園は1周3キロほど、歩くと1時間ぐらいでしょうか。まずは耳を澄ませばの世界を再現した青春の丘に向かいます。道の途中、ところどころにジブリにまつわるオブジェがあって楽しめます。チケットがないので外から眺めます。ここに水道があって、チップに水をあげました。これはエレベーターです。誰でも乗れます。ジブリっぽい雰囲気が出てます。昔からあったスケート場は今も営業中。隣のプールは閉鎖されていましたが、ジブリの大倉庫になりました。まだ工事中の魔女の谷エリア、もののけの里エリアも工事中。この立派な門は移築されたものだそうです。門をくぐると千と千尋に出てきた石像が置いてあります。映画では異世界への入り口に置いてありました。ここからどんどこ森に抜ける道が気持ちよかったです。ジブリ映画のキーワードである風が強い日でしたが、4月の中旬にしては暖かい日で、この道はほとんど人も歩いておらず、少し不思議の世界に迷い込んだ気分。もうすぐサツキとメイの家です。無料バスが20分に1本出てます。これに乗れば先ほどの北口まで戻れます。5台に1台ぐらい猫バスだったり、顔なしが座っていたりすれば面白いのに。今気づきましたが、バスの横にジブリパークって書いてあるんですね。サツキとメイの家、2005年の愛知万博のパビリオンでした。煙が出ていました。自然なのか。ゴールとしていたサツキとメイの家の見える展望台に登ります。元気だな。いろいろあったオブジェですが、後で調べたらジブリの忘れ物という名前がついていて15個あるそうです。気づかないで通り過ぎたのもありそう。それもまた良しとします。ご視聴ありがとうございました。チケットなしでも楽しめるスポットとして、耳を澄ませばの月島雫の夢に出てきた洞窟というのがあるそうです。まだまだ奥が深い。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。